肺対骨、よろしくお願いします。お願いします。まあいつもこういう話をさせていただいているんですけれども、いつもはですねバーピルちゃんでやっているんですが、今日はちょっと場所を変えてめちゃくちゃやばいと言われている防空壕の上に来ております。まあでも新太くんはですね、まあ、幽霊が取り付いても本当につまらない人間だと思いますので。ひどくない？もう毎日同じことの繰り返しで、食事に行くわけでもない、たまに夜中から海に行くぐらいで、幽霊がこいつの人生面白くないなと思ってついてもすぐ離れると思いますんで。ひどくない？最悪取り憑かれても大丈夫なあなたを今日はここにしました。何があってもいいと思ってる。はい、やめてということで、じゃあ、はい、一応本当にやばいところなので、正直この怖い話をすると幽霊集まると言われるんですけど、怖い話をする以前にもうここってやばいところではあるので、ちょっとさらに怖い話をして呼びたいなと思っております。めっちゃ嫌だな。僕が東京にいた時期で働いてた居酒屋の話なんですけど、まあ、居酒屋というか沖縄料理屋なんですけど、古民家を改修した沖縄料理屋なんですよ。1階2階があって、1階は入り口入ったらテーブルがあって、でカウンターがあってオープンキッチンになってる1階。で2階が入り口入って左に曲がると靴脱いで階段があって、階段登ると手すりになってて、ちょっと下を見下ろせるんですよ。1階が見れて、そのキッチンがもう見れる。でコの字になってて、コの字の反対側に行くと個室が3つある居酒屋なんですよ。その居酒屋は結構、まあ、ちょくちょくそういうのがあって、霊現象というか、オープン中に上からパンって聞こえたりとかで、営業中も上に誰もいないのに足音が聞こえたりとかっていうのがあって、まあ、店長曰く座敷わらし的なことなんじゃないと。忙しいお店だったんで、まあ、人も入ってくれるし、その人がいっぱい集まるところには霊も集まるよねっていう話をしてて、まあ、気にはしてなかったんですよ。この2階と1階ずっと行き来するんで、2階まで声は届かないんで、個室なんで、店員さん呼ぶ時はピンポンがあるんですよ。ピンポーンって上がって、大元の機械に1番2番3番ってあって、その1番が光ったら1番の部屋から呼ばれてるよって分かるシステムになってるんですよ。まあ、呼ばれてないのにピンポーンってなったりとかちょくちょく起こるんで、もう気にしないようにしたんですよ。夜中になると、まあ、上は全部片付けて、襖も全部閉めて片付けして、下でみんなで酒飲んでる時があって、常連さんとかと、その時に夜中1時2時ぐらいにピンポーンってなって、誰もいないのにまたなったぜみたいな、ちょっとあなた見てきてくれって言われて、はあ、分かりましたっつって、もう一人渋々行って、でオープンキッチンのそのコの字の手すりからオープンキッチンが見えるんで、みんながわちゃわちゃしてるの分かるんですよ。でそのピンポンが鳴ったのどこかなって確認しに行ったら、全部の部屋のピンポンが光ってる状態で、普通はピンポンって1回なったら1箇所しか光らないんですけど、それが全部光ってて、3つ全部押されたと思って、もう急いで戻って。店長に全部光ってましたって言ったら、さすがにないだろっつって、そんな怖がらそうとしてて、いや本当っすよみたいな、もうまた盛り上がってたら、上から足音が聞こえて、あなたまた見てきてくれって言われて、あもう嫌だと思いながらまた上登って、この字の階段登った先で見たら、もう全部屋見えるんです。全部屋見えるところに登っていったら、全部屋見える襖が全部開いてて、全部締め作業の時に全部閉めるんですけど、そこが全部開いてたんですよ。さすがに怖くなって、その1回目ピンポンってなって全部部屋ついてる時には襖を全部閉まってる状態なんですよ。なのに2回目登っていったらもう全部開いてて、いたずらするにしてもスパンが短すぎて誰も登った形跡もないし、登ったらなんか人の足音できしむ音が聞こえるんで、それも絶対ない、やばいやばいやばいっつって降りて、僕だけも先に帰される、もうなんかやばそうだから帰ろうかみたいなっていう霊が出る居酒屋で働いてました。この霊障はボタンが全部一斉に光って、2階に上がったら襖が全部開いてたと、はい、その時従業員は何名だったの、働いてるのは？僕と、店長と常連さんが何組かみたいな感じでしたね。2階には誰もいなかった？いなかったです。もう上は住宅街の中にあるんで、上2階なんか、まあ、古い古民家改装してるんで、その防音設備があんまりなくて、上だとクレーム来るんですよ。で何でも1階でみんな飲もうって感じになるんですよ。使わないようにしてる部屋ってことね。あ、そうですそうです。でその日中というかラストオーダーまでは上は OK ですよみたいにしてました。ああなるほど。けどその時はもう誰も絶対にいない？絶対いないです。へえ。ちょっとあっちに今移動できる？あっちに、あこっち座ってほしいな。こっち、はい、あんまり驚かせたくはないんだけど、はい、さっきからこの撮影してて俺新たから見ると左手側、まあ、こっち右手側が視界で見えてたんだけど、はいはい、ずっと人がいる気配して、マジでここに今新たが座ってるところにあんま驚かしたくないんだけどあのね、怖すぎて声出ないわけよ。多分女性だと思うんだよ。なんかニョロっとしてる黒い影みたいなのがずっとあって、今カメラ向けたらもういなくなってたんだけどなので、まあ、新たに今逆光で俺の顔見えなかったと思うけど、全然見えなかった。もうめっちゃ俺に今もう横目でずっと見えてて、でがっつり見たら今いなくなってたからこっち来てって言ったんだけどさ、そんなところに座らせないで座ってたんでしょここに。うん、こっちに座ってた。上に座らせないで。で本当に驚かせたくないんだけどさ、あなたが喋ってる途中、あなた聞こえたか分からんけど、女性の「うわー」って声聞こえなかった？聞こえなかったよ。嘘でしょ？本当だよ。わお。いやもうマジで、まあ、この辺まあちょっと飲み屋とかもたくさんあるから、その女性の声が聞こえた可能性もあるけど、俺のめっちゃ右側、右耳に「ああうわあ」っていう声が聞こえたから、俺はもうその瞬間からずっと鳥肌です今。帰ろうまあ何か取り付いてたとしても多分幽霊もすぐ離れると思うんで。俺今日さ営業だわけ。何の？バーピロちゃんやめて。どこ行くの？やめて。どこ行くの？帰ってきて。やめて。帰ってきて。やめて。やめて。あのさ、やめてくれんかなマジで。違う、本当だから。マジで嘘ついてないから。だから嫌だわけよ。本当だから嫌だわけよまあよかったらチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。めっちゃ長いな。はい。おしっこ。うんこ。いやめっちゃ長いからおしっこかな思って。うんこでしょ。本当に？チンチン拭いた？いや、お尻でしょ。うんこだからお尻で拭くの。あ、お前こっちで拭いたんか。ねえ、これは色あせてだけ。うんこじゃないのこっち。うんこだからお尻で拭くの。あ、お前こっちで拭いたんか。ねえ、これは色あせてだけでしょ。飼ってる野良猫に。お尻で拭くの。取りつかれたとでも言うのだろうか。ねえ、これは色あせてだけ。うんこじゃないの。